さて、行こうか。はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ドラゴンクエストビルダーズアレフガルド復活せよをやっていこうと思います。ということでね、メルキド編ですね。続きから行きましょう。はい、前回ね、2つ目の旅の扉に行けるようになりまして、少しね、素材集めしてこようかなという話をしてたんですが、まあ、いくつかね、素材集まったものを使って、今回はね、新しく作れるようになったものを作るところから、やっていこうかなと思います。ということでね、まずは、砂をゲットしたので、ガラスが作れるようになったみたいですね。さらにもう一つ鉄のインゴット、こちらも作れるようになったので、まあとりあえず鉄から作っていきましょうか。うん、鉄はねちょっとまだあんまり集められてないので、このぐらいですが、まあまず作ってみましょう。はい、オッケー。木の扉をひらめいた。木の板をつなぎ金属で補強した扉。なるほどねと。草花スコップ、あ、これか。地面ごとそのまま掘ることができる道具、植物などを壊さずに入手できる。なるほどなるほど。鉄があるおかげで、お、剣の壁掛け、戦いには使えない飾るための武器。鎧の置物、見て楽しむ飾り用の鎧。なるほどなるほど。まあ、これらを作れるようになりましたよと。じゃあガラスの方もちょっと作ってみましょう。はい、オッケー。お、ドレッサーをひらめいた。鏡を乗せたお化粧用の台。なるほどね。ガラス窓。木の枠と透明な素材で作った窓。これらを、ひらめきましたよと。ちょっとあれだね、武器をひらめかなかったね。あれかな、鍛冶屋の人見つけてこいって言ってたやつがないと武器がちょっと作れないのかもしれないね、これ。いや、実はね、素材集めしてる間に、めちゃめちゃ襲われて、ストーンマンだね、多分。ゴーレムの色違いみたいな。ストーンマンの集団にね、襲われてね、で、ちっちゃいやつとでかいやつがいて、ちっちゃいストーンマンの方は、銅の剣でもなんとかダメージが通るんだけど、でかいストーンマンの方ね、銅の剣だとね、ダメージが通らないんだよね。まあ、これはどうなんだ、装備なのかな、一個作ればいいのかどうかがわからんから、とりあえず一個作ってみましょう。草花スコップ1個作った。あと、これね、薬草っていうのがね、薬の葉ゲットした時に、サラダのね、レシピも思いついてたので、サラダを作りたいかなと思ってるので、ちょっと薬草は作らないでおきましょう。はいはい。それでね、もしかしたらなんだけど、これサラダが作れたら、あ、そうそうそう、ステーキも作れますね。うさぎステーキ、これ作っちゃいましょうか。 OK、 うさぎステーキ作った。そして、薬の葉桃柿の実、これでサラダが作れるんだね。はい、 OK、 サラダ作った。 OK、 サラダプレート、これでね、この、なんか中途半端にね作れないでいた大木槌の台所、これがね、サラダプレートがあれば完成するんですよ。 OK、 サラダプレート作った。そしたらね、このサラダプレートを、ん、これサラダプレートじゃないか、こっちか、これサラダプレートここに置くと OK、 OK、 完成しましたね。大木槌の台所が完成しましたよと。ということで、まあ別に、やった、できたってだけみたいだけど、まあ大木槌の台所を、作れたのは良かったかなという感じですね。まあね、装備がね、もうちょっと、なんというか、鉄のインゴットを作ったことで、武器がね、新しくできたらいいかなと思ったりしたんですが、武器の方はね、新しく作れなかったので、ちょっと期待が、外れちゃったかなというとこですね。おそらくなんですが、そう、鍛冶屋を連れてくるのだってロロンドが言ってるみたいに、鍛冶屋がいないとね、多分ね、鉄の武器作れないんだと思うんだよね。
なのでちょっと、素材集め一旦中断して鍛冶屋探してこようかなと、思います。今回の目標は鍛冶屋を連れてくることですね。まあね、ここ鉄とかね結構取れるので回収してたんですが、ストーンマンね、どっかにいると思うんだけど、奴らに襲われるとねすごいことになる。ここね、俺あんま掘ってないの実は。ここね、ストーンマンが引っかかってずーっとねぶっ壊してたんだよね、ここ。なんか今の装備で倒せないかなとかってね、会心でもダメージ通らないのかなとかいろいろ試してたら、地形をねボッコボコにされちゃって、これほとんどね俺掘ってないんだよね、これ。あー、いたいた。そうこいつがね、こっちはね倒せるんだよ。ちょっとサソリ邪魔だけどこっちはね別にダメージが通るので倒せるんだけど、奥から来てるでかいやついて。奥から来てるでかいやつがやばい。あ、またお風呂落とした。たまにね風呂落とすんだよね。でこの一回りでかい方、こいつがねマジダメージが通らないって。ちょっと倒せないので逃げるしかないっていう、そんな感じっすね。でこいつが俺を追いかけてきた時にこっちの段差に落として、そこでねちょっと見物してたら、もうなんかすごい勢いで壁を破壊し始めてこんなになっちゃったよって感じですね。まあ、ゲーム内でね 2,3 日やってたらこのでかいやつがね3匹ぐらい出てきて、まあ、セットで出てくるからちっちゃいのも出てきてるんだけど、ちっちゃいのは倒してたからね。まあそんな感じでここにねでかいゴーレムを3匹はめ込んでたら、あ、来た来た。そうこうなった時にこいつ足は遅いので、まあ回り込んでね、こっち側から俺はここだぞって言うとぶっ壊すということでね、ここでねなんかなんとか攻撃手段ないかなとかってねいろいろやってたら壁がすげえ壊れてるっていう。そう、でかいゴーレムがねここに3匹ぐらい溜まってたんだよね一時期。てなことをしてちょっと素材集めたりね、いろいろ戦ってみたりしてたんですが、こいつもね一応動画内で声かけようと思ってそこにいる大きい口ね話しかけないでおいたので、まあ今回話しかけましょうか。おいらは大きい口、長老から話は聞いているよ。眠たそうな顔をした人間が来たら助けてやれって。それにしても大きい口の里があるメルキド地方から来たなんて、随分と長旅をしてきたんだね。そうだね、こっちドムドーラなんだよね確か、旅の扉。旅の扉、それはまた都合のいい、道具じゃないか。いいな、オイラも早く大きい口の里に帰りたいな。まあうちを経由すれば帰れますよと言ったところですが、これだけか。なるほどねと。でこっちにピラミッドっぽいのもあるんですが、とりあえずね目的地はこっちを指しているので、今回はね鍛冶屋を探してくるっていう方を優先で行こうかなと思います。まあここら辺からね、鉄集めてたんですが、あ、しまった、落ちちゃった。まあ今回はねちょっと素材集めではなく、鍛冶屋ですかね。あれ、ここになんかいるね。ふん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 。え、なにこいつ。あれ、これあれか。あ、しまった。ちょっと待って。間違えて置いちゃった。これは、外す。大きい位置の、やつね、持ち歩いてたからか。ちょっと待って。もう、いらない設計図は、しまっちゃいましょう。
っとこの辺も一旦、しまって整頓しておこう。 OK、 じゃあ話しかけましょうか。へえ、君は私の姿が見えるのかい。これピリンちゃんの依頼の料理関係かもしれないね。肉が置いてあるから、これはなんとも珍しい。幽霊である私が見えるとは、君は少し他の人間とは違うようだな。このさ、幽霊が見える系の能力はビルダー特有のやつなのかな。ルビスの加護だったりする可能性もあるけど、ルビスね、出てこなくなっちゃったからちょっとわかんないんだよね、その辺。ん？私かい？私は生前料理の研究をしていた美食家でね。長年の研究の末、ついに至高の調理、器具、レンガ調理台。あ！これか！はい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 、作り出せた。美味しい料理を求める魔物に襲われ、命を奪われてしまったというわけさ。なるほど。料理というものは魔物をも狂わせる。君も気をつけたまえ。おお、敵。まあ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 。サソリ2匹だったらなんとかなるでしょう。あ、いた。回る。殴る。オッケー、1匹よ。撃破。まあもう1体もね、力ずくで、なんとでもなるでしょう。オッケー。倒しましたよと。ん？あ、間違えた。ちょっと待って。お墓を置いてしまう。話しかける。オッケー。おや、魔物を倒してしまったのかい？君もこちらの住人になる、なれるところだったのに。お、そうだ、私のことが見える君に一つお願いしたいことがある。私が長年続けてきた料理の研究とその極意を受け継いで、これからこのアレフガールドの世界で最高の料理人を目指してくれないか？どうだい、悪い話じゃないだろう。アレフガールドの料理を復活させようってやつさ。はい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 。ん？物を作るのに忙しくてそんな暇はないだって？だ、料理だって立派なものづくりじゃないか、このおったんこなすめ。料理はただ空腹を満たすだけでなく、人の心に光を与えるものなのだ。君がもしこの世界を救おうとするのなら、私の料理を継承し、作り出していってほしい。君にレンガ調理台の作り方を教える。いや、嫌だと言っても教える。頼む、どうか私の料理の力も、アレフガルドの復活に役立ててくれ。まあ、料理もね、大切だとは思うからね。レンガ調理台をひらめいた。レンガ調理台、レンガで囲い火力を集中させた調理道具。明かりクラフト可能、スコア200。なるほどねと。このあれは持ち帰れるの？オッケー、おしゃれテーブルいいね。初めて肉料理プレートもゲット。じゃあこの辺のやつも持っていっちゃおうか。まあこれはいらないかもしれないけどね。オッケーオッケー。まあ道の途中でね、ピリンちゃんのやつも依頼こなせそうっていうのは良かったかなという感じですね。あとはもう一つ目的地、こっちになってますね。まあこの辺にもね、素材まだありそうなのでゲットしていきたいかなとは思いますが、こっちだよ。おっと、ピリンちゃん系のモブ顔の子ですね。あ、ピリンになってるけど、これ違うでしょ、でも。あ、ジャンゴ、こんなところで何をしているの？違うよな。へえ、ロロンドに、あ、しまった。相変わらずあのヒゲオヤジに馬車馬のように働かされているんだね。これ偽物だね。わかりやすい。え、ピリンこそここで何をしているんだって？うふふ、ねえねえ、ジャンゴ。あんなヒゲの使いっ走りはやめて、私と一緒に逃げちゃわない？実はね、私、あの町の人たちが邪魔で邪魔で仕方がないの。これ完全に偽物だよね。ジャンゴ、私と一緒に逃げよう。私と二人きりで暮らそうよ。地獄の底で。にゃー。悪魔の騎士。はい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 。さて、ちょっと昼間の方が良かったね。このゴーストが邪魔だな。お、砂の草切れをゲット。ちょっと待って、先にゴーストちょっと処理しようか。オッケー。さあその上で、お、なんか手に入れた。
危な、突っ込んできて動かなくなるのか。はい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 、開いた。ゴリ押しでいけるな。でもこれなら開いた。オッケー、悪魔の騎士を倒した。初めて鍵を手に入れた。それはつまりここに入れってことですよね。そこに誰かいるのか。いるぞー。鍵を使う。鍵がないね。ちょっと待って、こっち入っちゃったか。オッケー、使いましょう。おっと、ちょっと待って、ゴースト邪魔。はい、入る。来れないね。お、開いた。え、ちょっと待って、なんでいんの。いて、ちょっと待った、意外と HP やばい。危な。この人がじゃあ、鍛冶屋の人かな。おっと、大丈夫か。ちょっと待って、話しかけましょう。ん？誰だお前さん。あの扉を開けたってことは、まさか悪魔の騎士を倒したっていうのか？それにしたってどうしてこんなところに。ほう、自分で作った町をより強く大きくするために、伝説の鍛冶屋の子孫を探してるってわけか。ならよかったな。お前さんの目の前の男が伝説の鍛冶屋の子孫、雪の兵だ。雪の風、雪の兵、雪の方、雪の兵。お互いの話は、道すがらするとしよう。まずはお前さんの町とやらに連れて行ってくれ。ちょっとなんか手が、あー、手袋してるだけか。手の血色が悪いのかと思った。おー、しかも勝手に外れた。雪の兵が仲間に加わった。お前さんの町へ行こう。へへへ。オーケー。あれ、手錠取れないんだ。オッケー、じゃあ行きましょうか。いて。ちょっと死にそうだな。キメラの翼使うか、せっかくだから。キメラの翼を使って拠点に帰りますか。オッケー。まあ普段ね、あんま使わないんだけど、動画だからね、せっかくだし使っちゃいましょう。オッケー、帰宅。はい、じゃあまず、うお、これがお主の、ほほう、ここがお前さんが作り上げた町か。ということは、お前さんがあの伝説のビルダーだってのも本当みたいだな。よし、わしもここに住まわせてもらおう。微力だが、お前さんたちの力にならせてもらうぞ。それにしても、この地が今や伝説として語り継がれる最強の城塞都市メルキドがあった場所とはな。やはり巨大なゴーレムによって滅ぼされたというのは本当だったのか。まあ、ストーンマンでもね、あれだけ破壊するぐらいだからね。ゴーレムなら、壊せちゃうでしょうね。ん？そんなはずはない。ゴーレムはメルキドの守り神だったはずだと？メルキドが滅びたのは何百年も前だ。実際のところ何があったのかわしは知らん。だがな、メルキドの生き残りが語り継ぐ話だそうだ。きっと間違いはないぜ。さてと、せっかく伝説のビルダーに会えたんだ。伝説の鍛冶屋の子孫として伝え聞いてきた鉄、あ、オッケー、鉄の武器の作り方を教わりましょう。武器作りに使う鉄はわしがいたドムドーラの砂漠地帯にたくさんあるぞ。回収はね、多少はしておきましたよと。お、鉄の剣いいね。これでストーンマンダメージ通るかな。お、大金槌、オッケー。とても硬いものが壊せる鉄の塊加工した重いハンマーだよと。鉄の鎧、鉄の塊を伸ばして繋いだ鎧。鉄の盾、オッケー。平らに打ち、木の、持ち手をつけた盾だよと。よし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 。いいね。そしてロロンドにも、まあ、連れてきましたよと。おう、でかしたぞジャンゴ。伝説の鍛冶屋の子孫、雪の兵を連れてきたのだな。ぬ、魔物がピリに化けていた。雪の兵が魔物に捕まっていただと。
うん、やはりな、魔物たちは我らを警戒し監視しているようだ。それゆえに我が輩やピリのことを知り、我らに接触させまいと雪の兵を捕まえておとりにまでしたのだろう。これはますます油断ならん。さらに町の守りを強化せねばならん。とにかくご苦労であったジャンゴ、雪の兵と話し新たなものづくりの、ものの作り方を学ぶのだ。オッケー。また話せますね。ジャンゴよ、新しい町に、ショーターから聞いたのだが、ショータ君ね。雪の部屋が魔物に捕まっていた、かつてドムドーラと呼ばれていた地方には、多くの宝が隠されたピラミッドなるものが存在するという、うん。マップでは確認した。まだ行ってないけど、メルキドロクによると、そこにある火を吹く石像があれば、もっともっと強力に町を守れるとんでもない防壁が作れるようなのだ。ジャンゴ頼まれてくれ。この町の防壁をさらに強力なものにするために、ドムドーラにあるピラミッドから火を吹く石像を2体持ってくるのだ。ほー。火を吹く石像は恐ろしく硬い強力な武器を持って収集に向かうのだぞ。これが大金槌かな？おそらく。そういう話でしょうね。あ、着替えてる。ちょっと待って。あ、手袋の色が違う。さっきなんか、捕まっててね、手の色が血色悪くなってんのかと思ったから灰色だったと思うんだけど、手袋の色少し違いますね。あ、ズボンの色も違うね。ほー。なんか、上半身裸な割に着替えに行って服装変わるのかと思ったら、上は服着なかったけど結構変わるね。これだけのポイントで。なるほどね。なんだかこの街に入ってから頭の中にかかっていたもやが晴れた気がするぞ。全く世界が闇に包まれておると人の気分までおかしくなってしまうものらしい。わしがいたドーム道路には最近ピラミッドなるでかい建物が現れてな。なんでも死者を祭り魔王のもの、ものの王を神と崇めるための場所なんだそうだ。中にはお宝も眠ってるって話だが、手を出さない方が身のためだぜと。なるほどねと。さて、何の音だ？あ、ちょっと待って。何？何の音？ちょっと待って。魔物来てたの？壊れてんじゃん。おい。ちょ、木で見えないし。ちょっと待ってよ。めっちゃ壊れてんじゃん。ちょっと待って。ちょっと待った。直すのめんどくさい場所だな、しかも。まず土を埋めようか。あ、っていうか、一旦こっちのドア埋め立てていいか。ちょっと森で塞がっちゃったので、あ、オッケーオッケー、藁の寝室完成。宿屋の看板かなぁと。しまった。宿屋の看板もちょっと、なくなってますね。オッケー。こうして。ちょっとね、整理も、だんだんめんど、あ、間違えた。せっかく出したのに。オッケー。これで、宿屋の看板付け直そう。これだね。オッケー。はい。なんか学校帰りの小学生みたいなさ、壁の上歩く。ロッシさん。次なんだっけ？あ、ピリンちゃんいないじゃん。ピリンちゃんどこだ？あ、そうだ、レンガ調理台だ。思い出した。ミッション達成にはなってないもんね。ちょっと待って、じゃあいろいろ作りましょうか。まずは、鉄の剣。オッケー。さらに、大金槌。オッケー。さらに、鉄の鎧。オッケー。さらに、
ね、鉄の盾。まあ、飾りのやつも一応作っておこうか。剣の壁掛け。さらに、魚類の置物。まあね、ちょっと街の中の装飾的なやつはまだあまり手を出してないので何とも言えないけど、レンガ調理台って多分レンガいるよな。一回作ろうか。レンガ作る。あ、てかこれもいっぱい作れるな。いつの間にか素材が、そこそこ溜まってましたね。オッケー。じゃあこれで、作りますか。ちょっと人がいっぱいいて。ね、木のドア1個作ってみますか。一応一通りね、窓ガラスなんかも作ってみましょう。ちょっと配置は後でやるかもしれんけど。ドレッサーも作っちゃおっか。こんなもんかな。あ、レンガ調理台。あ、焚き火がいるのか。じゃあ焚き火作って。オッケー。で、レンガ調理台ですね。オッケー、オッケー。じゃあ、これはあれだよね。大木槌の台所は完成したから別に入れ替えちゃっていいよね。ってことで一旦壊しまして、レンガ調理台取り出して、置いた。お、レンガレストランになった。ほー。お、みんな集まってきた。これはすごい良いではないか。すごいすごい。悪くねえな。こりゃすごい。などなど言われておりますが。あ、パンあるね。やったやった。やっと作れる。パンどうやって作るんだって思ってたんだよね。集めたのに、みたいな。お、ハンバーガー、ハンバーガー。これが頼まれたやつだよね。肉をジューシーに焼き、バンズで挟んだもの。満腹度 80% 回復。一定時間攻撃力が上がる。あ、急に強くなったね、食べ物。うさ豆バーガー、力の出る、素材を挟んだハンバーガー、お腹がいっぱい、一定時間攻撃力上がる。うお、強い。お、パンとカゴをひらめいた。これは飾りか。香ばしい香りの焼きたてパン、食べられないパン。パンはパンでも食べられないパン。飾りパン。なるほどね。じゃあとりあえずハンバーガー1個作りましょうか。オッケー、ハンバーガー1個できた。ピリンからの依頼が完成。さらに、うさ豆バーガーも作ってみましょうか。あ、なるほどね。うさ豆って枝豆ってことね。オッケー、オッケー。これはなんだ？あ、豆が足りないよと。キノコ豆乳。キノコと豆乳が足りないよということで、豆があればこの辺も作れますね。パンカゴも作っておきましょうか。オッケー。じゃあこれでとりあえずピリンちゃんの依頼は完成ですね。うわ、すごい。あ、座っちゃった。ちょっと待って。話しましょう。うわ、すごい。私のために新しい料理を作ってくれたんだね。ハンバーガーって言うんだ。なんかこれ、牛音トラを思い出すんだけど、ひらがなでハンバーガーって言うと。まあ、牛音トラ読んだことないと伝わらんかもしれないけどね。トラちゃんがね、ハンバーガー好きなんだよね。とっても独創的な料理だね。もらってもいい？依頼主に渡しますか？いいだろう。やった、ありがとう、ジャンゴ。後でゆっくり食べてみるね。あ、そうだ、私もジャンゴのために新しい料理を考えたんだ。あれ、でもなんか料理、骸骨の頭に土蜘蛛とドラッキーの尻尾、それに桃柿の実を入れて、赤い油と土で煮詰めた料理なんだけど、まだ試行錯誤の最中だから、まずはロロンドに一度味見してもらうね。それがいいね。オッケー、森のサラダ ×2 をもらう。なるほどねと。まあ、いろいろ作れるものも増えましたよという感じですね。オッケー、じゃあ、ね、装備をちょっといじりましょうか。あ、ちょっと待って、今なんか置いちゃったな。ちょっと装備一旦いじりましょう。
まずは、銅の剣と鉄の剣をチェンジ、大木槌と大金槌をチェンジ。まあ、でもこれあれなんだよね。移動が早くなるらしいから普段はこれでいいと思うんだよね。盾だけ変えましょうか。OK かな。そうだね。じゃあこれで、もう一回ね、ちょっとドムドーラ行ってみましょうか。鉄の鎧は一応ね、強敵が出た時のために持ち歩いておきましょう。まあ、前回もね、川の鎧そんなこと言って、使わなかったっていう話はあるんだけどね。地図はまあいいか、持ってて。こんなところかな。大金槌でね、新しく壊せるようになったものとか、壊す速度がね、今までより上がったものとかあるかもしれないので、その辺もちょっと見てみたいですね。あ、ちょっと話しかけちゃった。まあ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 、ちょっと、同じセリフだったんで飛ばしまして。そういえば実家にもさ、あ、しまった。やっぱりちょっと iPad だとね、うっかりタップしちゃったところに人がいると話しかけてしまうな。ちょっと実家に硬いブロックあった気がするので見てきましょうか。こっちにね、主人公の実家があるんだけど、なんかね、壊せないブロックあったよね、確か。あ、っていうか、この黒いのか。あ、これはダメだね。壊せないかなと思いましたが、ダメでしたよと。そしたら、あ、あとあれか。この白いやつさ、壊しても何にも出てこなかったんだけど、壊せるは壊せるよね、とか言ってたけど、素材化できるかなっていう。あ、できる！マジか！お、初めて白い岩を手に入れた。これがね、大木槌だと、壊せるけど素材化しなかったから、破壊するのもったいないねって言ってね、大木槌の里でも壊さないでいたんだけど、素材化できるならガンガン壊しましょう。後でね。これじゃあ、ちょっと大木槌の里はね、後でもう一回行って、白い岩もね、ガンガン壊していこうかなと、思いますという感じかな。オッケーオッケー、よかったよかった、壊さないで取っといた甲斐があったね。これ白いわ。さあ、そしたら、今回はどうしようかな。もう一回ドムドーラ行ってみるか、それかもしくは、あ、ちょっと待って、ここの壁とかもこれ白い岩かな。あ、やっぱそうなのかな。ちょっと壊しちゃったけど、なるほどね。だったら、まあ、この辺の壁も含めてね、一度町リセットして作り直すのもありだね。そうね、この白い岩がね、壊しても素材化できないからちょっとほっといた部分もあるので、町のリフォームはしてもいいな、そろそろ。そんなとこかな。あ、あとね、もう一つ思い出した。なんかね、動画内では触れてなかったと思うんだけど、ちょっと素材集めとかしてた時についでに、この辺ね、探検してたら、ここさ、向こう側がさ、看板に文字が綴られている、島と島を繋いでいた橋は魔物によって壊されてしまいました。人間の力ではもう海や川を越えることはできないだろう、という話があったらしくて、あ、そうなんだ、向こう側行けないんだ、と思いながらさ、向こう側さ、すげえ見覚えあるよね、っていう。あれさ、旅の扉、メルキドっていうか、大木槌の里じゃんっていうね。切り崩してなかったら全然気づかなかった可能性があるんだけど、旅の扉の祭壇がね、明らかに俺が浮かせてしまったやつなので、
あ、こことこここんな近かったんだみたいなね、ことをちょっと思いましたよという話ですね。一応ね、こっちの世界もね、探検するとまだいろいろありそうなんだよね。だからまあちょっとこっちの方もね、素材白いブロックとかも取れるようになったし、探検して集めてみてもいいかなとかね。そんなとこですね。まあ前回とかね、ちょっと1時間超えになっちゃったし、さすがに長すぎるから今回はこれぐらいでもいいか。よし、じゃあ、新しく、雪の辺さんがね、仲間になったことで、鉄の装備なんかをね、手に入れて、新しく、素材集めできるものも増えたと思うので、まあ今回はね、ここまでにして、またね、新しく素材集めして、やっていこうかなと思います。ということでね、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。ほい。